はい、どうもよろしくお願いいたします。よしき酒蔵店長中島澄です。よろしくお願いいたします。さあっていう感じで、なんかお気づきなところはありますでしょうか。そうですね、そう、なんとカメラの映像、カメラを変えました。カメラを変えました。何に変えましたかと言いますと、GoPro Max に、バージョンアップいたしまして、前のカメラやと、ちょっと、なんやろ、明るさの調整とかがちょっとめず、難しいところがあったんで、なんかもせっかくやし、なんかもう、なんやろ、YouTube 毎日頑張って撮ってるし、なんかええの買うか、なんやろ、なんかええのないかな、言うて探して、こちらの方にさせていただきました。すごくね、まあ、GoPro Max の使用感とかね、まあ、なんかもう、多分山ほどレビューありますけど、まあ、僕もレビューしちゃいますね、もう。しちゃいますね、もう。ほんまに。なんやろな。まずはね、これすごいんがね、なんやろ。これ、すごいんですよ、これ、ほら。わかるかな？伝わるかな？この感じ。なんと、水平機能オンっていうのをつけると、水平を絶対保とうとするから、なんかさっきこんなんしたんですよ、こんなんしたけどすごいピターッと綺麗に保ってるっていうね。これをめちゃめちゃ、これを見て買おうと思ったんですね。あとはもうなんやろ、カメラがいいとかちっちゃいとか、ね、なんか水多少入れても大丈夫とか、そういうのはめちゃめちゃいいかなって、もうそういうのはもう分かってたけど、もう水平機能にめちゃめちゃテンション上がって買いました。もうこれはめちゃめちゃいいです。で、まあ、やろ、なんか、ヒーロー8っていうのがね、別にあるんですけど、まあ、そちらの方が画質とかめちゃめちゃ綺麗なんですけど、やっぱバッテリーとかの方とかが、こっちの方が多いっていうのとか、まあ、あとは、なんやろ、まあ、360度撮影っていうのができるっていうのがあって、まあ、別になんか YouTube で使うとかはないんですけど、まあ、なんか、ちょっとした、なんか旅行とかの思い出にバシャッと撮ったら楽しいかなと思って、こちらの方やらせていただきました。でね、実はね、この動画を撮ったのはね、最近、ほら、今、長山先生の動画とかをね、いっぱいまとめてね、上げてますけど、もう、一気に20分くらい、ドサーってアップしたからね、実はね、もうね、多分ね、16日くらいね、カメラに向かってなんかするっていうのを全くしないんで、ちょっとね、新鮮な感じなんですけど、大丈夫ですかね、僕ね。ちょっと余談なんですけど。で、まあ、こちらの方で画像が変わりましたんで、まあ、こんな感じでやっていこうかなと思っております。またね、こちらで、店の入り口、なんやろ、店にどうやって行ったらいいのみたいな、駅からね、ちょっと歩いてみたりの動画とか、まあ、あとはね、なんか、なんやろ、まあ、とりあえずなんか、まあ、ちょっとこのカメラを活かして、いろんな動画を撮っていきたいかなと思っておりますという感じです。またよかったらよろしくお願いしますという感じで、よしきさんかんからの動画でブログでした。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。ちっしゃー。ちゃー。